株式会社桜交通とは、福島県、宮城県及び東京都を中心として、貸し切りバス、路線バス、高速バス事業を行う会社である。所有するバス1台ごとに桜の品種にちなんだ愛称が付けられており、それが出入り口脇に書かれているのが特徴である。子会社として旅行代理店の桜観光がある。この項目では、系列のバス事業者である。 株式会社エティライナー、旅バスから譲り受けした路線、キラキラ号などについても扱う。株式会社桜交通株式会社エティライナー桜交通は、富士交通が単独で運行していた、福島仙台線、郡山仙台線に共同運行の形で参入した。道路線は、富士交通の参入以前に、福島交通、JR バス東北、 宮城交通が運行していた。既存三社は、富士交通への対抗策として、増便、運賃の値下げを繰り返した。これに対抗する形で、富士交通も増便、運賃の値下げを繰り返したため、激しい値下げ競争が繰り広げられたが、さらなる増便のため道路線を桜交通と共同運行とし、桜交通が参入するに至った。当初は、 既存三社との差別化のため、天井員動向、衛星放送、FM ラジオのサービス、新聞、雑誌の設置等、既存三社では行っていなかったサービスを行っていた。しかし、価格、便数競争が激化する中で、それらサービスは次々と廃止。通常のワンマン運転となった。さらに、 当初の運行会社であった富士交通は民事再生法の適用申請により経営破綻後再建に際して高速バス事業から撤退したこのような経緯から桜交通の仙台便は無期限の運行休止となった一方でツアーバスの問題が取り沙汰される中で発生した関越自動車道高速バス居眠り運転事故以降ツアーバスと路線高速バスを 新高速乗り合いバスとして一本化することとなり、桜交通及びインフォマティックも2013年7月31日をもって既存のツアーバスから移行する形で高速乗り合いバスへ事実上の再参入となった。神奈川営業所車両神奈川営業所が主な担当だが、仙台営業所、若松営業所、千葉営業所でも担当する。また商営バスに委託便もあり、 三菱服装及び、椅子自動車製が中心であり、後にヒュンダイユニバースが導入された。赤い車体にマスコットキャラクターである犬の、ペペと猫の、ミニミニ、星の模様が描かれている。車内設備は、トイレなしの横4列縦10列座席、もしくは、ゆったり、トイレと称する、パウダールーム兼用の広いトイレを設置した横4列、縦9列座席である。当初は、 スーパーハイデッカー車中心であったが、後にコストダウンのためか、ハイデッカー車も導入されていた。車両は旅バスからの事業譲渡に合わせて譲渡され、その業務は旅バス時代を継承している。現在は桜交通が自社で導入した専用車両も代籍している。かつて富士セービングバスが運行していた旅の散策のうち、 桜交通及びインフォマティック名古屋営業所が引き継いだ路線。日大工学部で発車を待つ桜交通高速バス級ツアーバス時代の仙台ライナー桜高速バスかつてはグループ会社の桜観光が企画し、主に桜交通が運行を担う一般乗り合い免許により運行される高速バスと違ったツアーバスを運行していた。そのため、経路。 料金等で柔軟な設定ができ、運賃も競合する高速路線バスと比べて割安に設定されている場合が多い。ただツアーバス全体の安全性が問題になったこともあり、2013年8月に新高速乗り合いバス制度として従来の高速乗り合いバスと一本化された。これにより、桜観光が企画するツアーバスから桜交通及び インフォマティック他が運行する高速乗り合いバスに移行した。福島県内と東京都内を結ぶ便が主力で他の新高速乗り合いバスと比べて中高便が多いところに特徴がある。桜交通は椅子自動車制が主体で三菱不走制も保有している。路線バスは椅子自動車と三菱不走制の車両を保有。移籍車は 伊丹市交通局から譲渡された車両を保有する。ありがとうございます。